皆さんこんばんは、弁護士の加藤です。本日はですね、なんと東京からひろしさんをお招きしまして、はい、ちょっとインタビュー形式で、はい、今ちょっとひろしさんがトラブルに巻き込まれているので、そうですね、はい、ちょっとそのお話をね、はい、伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。早速ひろしさんの自己紹介、はい、お願いいたします。はい、そうですね、ひろしと申します。ひろし3代目復活のメインチャンネルというチャンネルで、ね、YouTube をやっておりまして、父親がですね、幸福の科学の、幸福の科学という宗教団体の大川隆法という人間が私の、戸籍上の父親でございまして、はい、そこを、から、今、決別してというか、絶縁して、それで、訴訟を、6件かですかね、6件係争中でございまして、向こうから、2億円訴えられて、私から1100万円の損害賠償をやってるということで、親子でバチバチに戦争中ということでございます。はい。で、本業は、映画の監督、をやっておりまして、映画、グレーゾーンという、薬剤画が昨年公開されまして、で、他にも舞台の、演出だとか、あと役者業とか、脚本書いたりとか、そういうことが、メインの仕事としてやっております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひろしさんのチャンネルはここ下に貼っておきます。はい、はい、お願いいたします。はい、で今回うちにご相談いただいたきっかけを教えてもらっていいですか。はい、そうですね、今回、ちょっと私のチャンネルの方でもね、動画撮らせていただいたんですが、鴨頭よしひとですね、YouTube 公開鴨頭よしひとですとか言って、どっかで見たことあると思うんですね。ジェイソン・ステイサムみたいなね、髪型をしたね、テッカテカのね、おじさまがいらっしゃいますね。はい、鴨頭よしひとなる、登録者、今はね、登録者が減りすぎちゃって、非表示にしちゃったんですけど、最後に見た時は109万人ぐらいいた。うん、一応大物 YouTuber ですね。そこから、動画がいっぱい通報されて、消されちゃったやつとかもあったりとか、日本国内で見れなくなったやつとかあったりとか。で、いろいろ通報が来てるんで、20何本とか消したんですよね、それで動画を。うん、あとはすごい通報の嵐なんで、チャンネルの評価とかもめちゃめちゃ下がって、広告が全然つかなくなっちゃったりとか、そういう被害を、109万人いるぐらい、YouTuber に目をつけられてやられてたっていう、そういうわけですね。で、それが、どうやら調べていくと、YouTube の通報システムって結構緩いところがあって、これだから不正通報なんじゃないかということでね、いろんなところで、僕以外にも、いろいろ被害を受けている方いっぱいいらっしゃるんで、そういった方々とかの声を受けて、で、今日ですね、加藤先生が、編み物、著作権裁判というので、語れたということが、ニュースで見ましたんで、ちょっとね、お話を、ご相談をさせていただこうかなと思って、名古屋まで来させていただきました。お疲れ様でございます。初めてその通報を受けた、鴨頭さんから通報があったのは、大体いつ頃なんですか？去年のは11月頃ですかね。はい。どんな動画に対して、どんな通報が来たんですか？最初はですね、内容が、鴨頭よしひとが、飲食店を助けたいみたいな、コロナ禍で苦しんでる飲食店を助けるために、チップを、チップ文化を日本に普及させようみたいな、いう、クラウドファンディングみたいなのを立ち上げたんですよね。それは、通報が来る何ヶ月か前だったんですけども、で、それで、飲食店を助けたいから、チップを、その文化を根付かせようって言ってる割に、リターンみたいなのが、チップを入れる箱みたいなやつだったんですよ。募金箱みたいな。そう。で、なんて言いますか、それって別に助けにならなくないって思って、で、ちょっとそれやってることおかしいよね、みたいな、話。で、結局だから集めたお金、何百万とか集めてたんですけど、それ結局自分の懐に入れて、それ、実際お店に配ってのその箱だけじゃん、みたいな、おかしいよねっていう、そんな話を動画で出したら、それが通報されて、それが、見れなくなったりとか、いうことが発生したわけですね。そこから立て続けに、十数本、20本近く通報されたりとかして、いろんなやり方でね、消されちゃったやつとかもあったんですけども、かなりそれで被害を受けたので、それでちょっとどうしたもんかなというふうに悩んでて、で他の YouTuber さんとかも、チャンネルごと消されちゃった人とかもいたんで、どうしようどうしようっていう感じで、みんなで困ってたんですけれども、それでちょっと今回、勝訴されたということだったんで、訴訟に持ち込んだらこれ勝てる可能性あるんじゃないのかなということで、ちょっとご相談させていただいたっていう、そういう経緯でございます。ありがとうございます。はい、どういった理由で通報を受けたんですか？大きく分けて、3個ありまして、で、一つは、名誉毀損の
によるブロックってやつで、その、まあ、それで、それは日本国内で動画が見れなくなるやつですね。はい、でそれはチャンネルにはそのアウトはつかない。動画も消えないんですけれども、まあ、その日本国内のアカウントからはその動画が見れなくなってしまうということなんで、まあ、私のチャンネルの視聴者っていうのはもう、まあ、97% くらい日本の方なんで、うん、まあ、ほぼほぼ、まあ、動画が見れなくなってしまうと。海外の方からは見れるんですけど、なんで、まあ、再生数とかも全然上がらなくなってしまいますし、まあ、そういうところで、まあ、まあ、広告収入とかも、まあ、かなり落ちてしまったりとかいうのがあって、これ名誉毀損のブロックっていうのがまず一つと、あとは、プライバシー権の侵害ですねっていうのがあって、これもなんかよくわかんないんですけども、まあなんかまあ、よくある、まあ、街中に映り込んじゃってる人とかが、はい、私映ってますよみたいな感じで通報するやつだと思うんですけども、はい、まあ、それで、まあ、プライバシーを侵害しますみたいな、別に写真とか何も使ってないんですよ。全くだから僕が一人でただ喋ってるだけの動画なんで、うんうん、何も写真とかも映り込んでないですし、何か鴨頭や人のプライベートの個人情報とかを喋ってるわけでも一切ないので、まあ、それ、まあ、そういう内容に関してもプライバシーの侵害って通報してきて、48時間以内にその修正しないと動画が消えるかもしれませんよみたいな通知が来て、で、まあ、最初どうしたらいいか分かんなかったので全部消したんですね、その通報が来た動画。もうそれが20本近くにもそんなに、はい、上るんですけれども、でも中にはもう本当に、まあまあすまあ、基本だから大体、まあそのまあ、アベレージ、まあ、2万再生以上とか大体取れてたんで、それをまあ20本近く消した形になるんで、まあ、かなりの損害が出ました。です、ね、はい、まあ、あとは、3個目は著作権侵害による削除っていうので、これは一発で消えてしまうやつですね、はい、これは1本やられましたけれども、はい、まあ、これもだからそのまあ、わけがわからないのが、著作権侵害って大体そのなんか画像とか写真とかを勝手に使ったりとかして、まあ、著作物であると判断された時に消される、まあ、これ僕も幸福の科学から死ぬほどやられたんで、まあ、よくわかるんですけれども何もしないですよ。何もしないので名前、鴨頭の名前を出してるだけなのに、写真とか使ってないのに著作権侵害で消されたんですよ。これが1本あって、それがなんか見てみたら、パブリシティ系の侵害っていう、顧客吸引力を使ったみたいな、鴨頭よしひとっていう名前を使ってそれで再生数を稼いだみたいな、はいはい、でそれでまあ違反だということで消されたんですけども、まあ、ちょっと納得いかないなということで、はい、まあ、大きく分けるとこの3つの種類で、通報を受けました。ありがとうございます、はい、その通報を受けて、はい、まあ、通報した相手の連絡先はまあ YouTube で出てくると思うんですが、はい、なんか連絡とか取ったりはしますか？連絡はそれはしてないですね、うんうん、まあ、しても、まあ絶対無駄だろうなと思ったので、うんうん、はい、うん、異議申し立て、YouTube に対する異議申し立てはしました。異議申し立てしました。あ、著作権のやつ しました。あ、これはやってないですね。5年、消されたやつはやってないですね。その、プライバシー、プライバシーの侵害じゃなくて、名誉毀損の申し立ての方は、その、あれ、異議申し立てしたんですけど、はい、結局、それは解除されなかったですね。そうだったんですね。はい、あ、そうか。いくつかは異議申し立てしたけど、結局解除されたものはない。はい、そうですね。一個もないですね。なるほど。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと参考までにこういう、通報するときこんなのが出るんですよね、うんうん、で、まあ、性的なコンテンツだとか暴力的なものは当然ダメなんですけど、ここの中にその権利の侵害っていうのがあって、うん、この中に、まあ、著作権、プライバシー権、商標権とか名誉毀損とかあるんですが、うんうん、まあ、一番重いのはやっぱりこの著作権だと思うんですよね、うんうん、でパブリシティ権っていうのは全然ちょっと著作権とは関係ないので、うんうん、本来やるならここのその他の法的問題でやってくるべきだったのかなと私は思います、うん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 、だからそれを間違えたっていうには、うん、ペナルティが違いすぎるんですよね、うん、なるほど、うん、だからそこについてはちょっと今伺った話だと著作権の問題としてパブリシティ権を扱うのはいかがなものかなというのは私今のところ思いました。なるほどですね、うん、だからまあやるとすると そのあたりですよね、うんうん、そのアメモ著作権、ね、まだ実は控訴されまして、うん、はい、高等裁判所、大阪高等裁判所で今度やるんですが、はい、まあ、一審の京都地裁は、まあ、そういった SNS、YouTube で皆さん楽しむっていうのが、はい、やっぱりそれは邪魔されることはやっぱり法律的な権利として守られているものだから、それを勝手に邪魔するようなことは違法だって判断はしてくれたんです、はい、うん、でしかもその通報自体は非常に被告さんの独自の見解に基づく、うんうんうん、独特な考えに基づく通報だから根拠がないっていう風で請求が認められているんですが、はい、今回そのプライバシー権とか果たしてどんなプライバシー権なのかだいぶはっきりしないですよね。そうですね。特に鴨頭よしひとの、まあ、情報って表に出てるじゃないですか。言っちゃえばもう公人なんで、もう YouTube の、ね、登録者、まあ、109万人ぐらいいた人間なんで、はいはい、しかも自分で喋ってる情報なんですよ。それを動画内とか、うん、あとは、まあ、SNS とかで発信してる内容を持ってして、まあ、Twitter でこういうこと言ってましたとか、 YouTube のこういう動画でこういうこと言ってましたってことを取り上げて、それについて僕はこう思いますとかいうことを喋ってるだけなんで、何のプライバシーも侵害してないんですよね、うん、そうだからなんでなんだろうっていう疑問ですね。そうですね。なのでその YouTube という、なんだろう、皆さんに場を与える
ね、楽しい場を提供するっていうところからすると、うん、まあちょっと通報があったらひとまずね、消してしまう、見せなくするっていう、うん、状況、システムがまあいかがなものかっていうところではあるんですが、うん、もうそこは多分動かないので、うん、そうするとやっぱりそういった不正通報があるのであれば、そこに対してはきちんと対応していかないと、はい、まあ、そうすると通報した刃物勝ちになってしまう。そうですよね、うんうん、なのでそこに点については、うん、私自身も YouTube やってるので、はい、通報を受けてね、はい、私もなんかの動画で BGM 流してたら、はい、これは収益化できませんみたいな、あ、ありますよね、ちょろんと出るだけでも、はい、すごいドキドキするじゃないですか、うん、ので、はい、それを超えたその著作権侵害通知なんか受けたら、うん、もうそれは耐えられない、うん、ね、自分の子供みたいなもんじゃないですか、まあそうですね、頑張って作った動画というのは、はい、一生懸命ね、一生懸命一つの動画作るのにどういう話をしようかっていうのを作ってやっていたものが消されてしまう、通報ポチッとやられて消されてしまうってことはやっぱり許されないことですし、うん、で特にひろしさんのようにいやこれはおかしいんじゃないかっていう疑問を呈する形のチャンネルが、はい、まあ、それを通報が全て許されるのであれば、はい、そういった疑問を呈するチャンネル自体が潰されてしまうんですよね。そうなんですよね。そうだから結構私がまあよく自分のチャンネルで取り上げてるのって、うん、いやこれって詐欺なんじゃないとか、うん、まあ、ちょっとその高額すぎるなんかセミナーとか講演会とか、いやそれうん十万とかうん百万とかするけれども、それ言ってもそれ本当に意味あるのっていうのとかを結構言うんですよね、はいはい、で、まあ、それは元を例えば、まあ、私のね父親の、まあ、大川隆法っていうのが、まあ、そういうやり方をして、まあ、今までねいろいろボロ儲けしてきて、それでいろんなね信者さんの家庭が崩壊してるのとかいっぱい見てきてるんですよ。でも月額だからそのうん十万とかって一般家庭に払えないじゃないですか、はい、その経営者の方とかだったらそれ払えるかもしれないけど、普通のだからまあ主婦の方とかがそんなお金ってやっぱ払えないわけなんですけども、でもそれを払わないとそのまあ宗教の教団内部でつまはじきにされるんですよね。つまはじきっていうか、そのなんであなたお金払えないの、もっと頑張れるでしょみたいな感じで借金しちゃったりとかで、それでまあ家庭が崩壊してまあ離婚してとかいうのをたくさん見てきたんで、そういうのとまあその近しいと言いますか、まあその詐欺ビジネスみたいなのがこれは怪しいよっていうのを私はよくまあチャンネルの中で言うようにするんですけども、それがだからこういう形のね通報で消されてしまったら、その、まあ、これはこの商品怪しいですよみたいなことを言う人がいなくなってしまうと思うんで、 YouTube っていうプラットフォーム、はい、その詐欺がバッコしてしまうと思うんですよね、うんうん、その、まあ、YouTube っていう媒体の中に、それは良くないなと思って、うん、まあ、すごくだから、うん、問題意識をね非常に今持ってるわけです、うん、はい、もともとに根底にそういった原体験そうですねあったわけですね、はい、大変、うん、よく分かりました、うん、このすみません、今日は東京からね、はい、さんに来ていただいて、ありがとうございます。こういった新しいプラットフォームでの問題ですね、うん、はい、これについていろいろお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。